リフティングや外国人窃盗団の横行、警備会社との契約は全国で120万件に上ります。今から40年前、日本初の警備会社を起こしたのは2人の若者。しかし身内の裏切りに会社は危機を迎えます。そして現れた連続殺人犯、警棒を手に完全と立ち向かいました。来週は日本初の警備ビジネスにかけた男たちの涙と汗の物語です。ご期待ください。では東北地方の気象情報です。はじめに現在出ている注意報です。雷注意報が福島県の中通り北部と会津、また宮城県の平野北部と山沿い、山形県の全域に出ています。また山形の庄内には雷注意報に加えて強風注意報が出ています。秋田県の全域には雷と濃霧、岩手県の全域には濃霧、加えて内陸部には霜、沿岸北部にも霜注意報が出ています。青森県の津軽、下北には雷注意報が出ています。天気概況です。明日25日は日本海側や太平洋側北部は寒気の影響で夕方まで曇るところが多いでしょう。太平洋側の南部ではおおむね晴れる見込みです。明日25日水曜日、降水確率です。午前中は高いところで秋田の沿岸 30%、 その他は 20% 以下となっています。午後は各地 20% 以下です。県庁所在地の明日の気温です。福島市最高が22度、最低が12度、仙台市は最高23度、最低13度、山形市は最高22度、最低14度、秋田市は最高が20度、最低13度、盛岡市は最高が18度、最低が9度、青森市は最高20度、最低が13度と予想されています。週間天気です。向こう1週間、期間の初めは高気圧に覆われ晴れるでしょう。期間の中頃からは気圧の谷の影響で曇りや雨の日が多い見込みです。最高気温、最低気温はともに期間の前半は平年並みか平年より低く、後半は平年並みか平年より高くなるでしょう。東北地方の気象情報でした。バックスクリーンに映し出されました。三塁側のスタンドでは万歳です。曽我さんとやや似てるんじゃないかと思うんで、再調査をお願い結局やりました。こんばんは。9月24日火曜日、ニュース10です。アジアヨーロッパ首脳会議に出席していた小泉総理大臣の記者会見が今夜10時半から予定されています。始まり次第デンマークのコペンハーゲンから生中継でお伝えします。そして有働さん、はい、巨人優勝を決めました。はい、2年ぶり30回目の優勝を新生原巨人が決めたんですが、はい、これはヤクルトが負けたために優勝が確定したもので、現在巨人は延長戦2対2の同点で戦っております。勝って優勝胴上げを決めるのか、この後10時10分頃にお伝えします。今夜はこうしたニュースを中心に時間を延長してお伝えします。まず北朝鮮、朝鮮民主主義人民共和国による拉致事件についてです。北朝鮮側から生存が伝えられた女性について、外務省が新潟県の佐渡で行方不明になった曽我ひとみさんの家族や新潟県におそらく本人であると思われると連絡していたことが分かりました。この女性は新潟県佐渡の間の町で24年前の昭和53年8月、19歳の時に行方不明になっていた曽我ひとみさんです。新潟県などによりますと、外務省は今月21日に曽我さんの父親の茂さんに電話をして、確定的なことは言えないが、生存が伝えられた女性は名前や生年月日が失踪された方と一致しているので、おそらく本人であると思われると連絡してきたということです。これについては新潟県も今日外務省から確認したということです。
一方、昭和49年と59年に新潟県内で行方不明になった男女2人について拉致被害者の家族を支援するグループなどが北朝鮮に拉致された疑いがないか改めて捜査するよう新潟県警察本部に申し入れました。当時はまだ拉致とかそういう言葉すらない時代だったと覚えています。なんだ曽我さんとやや似てるんじゃないかと思うんで、なんだ再調査をお願い結局やりました。申し入れをしたのは昭和49年2月に新潟県佐渡の新保村で行方不明になった県の佐渡農地事務所の職員大沢隆さんの家族と拉致被害者の家族を支援するグループの人たちです。また支援グループは昭和59年6月甲府市の自宅を出て行方不明になり新潟県の柏崎市の海岸でバッグが見つかった山本美穂さんについても拉致された疑いがないか捜査するよう家族の手紙を添えて申し入れました。大沢さんと山本さんが行方不明になった経緯です。新潟県佐渡農地事務所の技師だった大沢隆さんが姿を消したのは今から28年前昭和49年2月24日の夜でした。大沢さんはこの日の夕方行きつけの焼肉店に一人で姿を見せました。店の人は大沢さんが使っていた狩猟の許可証を返却しようとしていたことを覚えています。一番隅っこのカウンターの隅、帰る時に母さん狩猟免許証置いていくし返してくれって言うたの。それで今度は私があんたどうせ役場の裏に自分あ行くんだからそれを返していけばって言ったの。焼肉店を午後7時半頃に出た大沢さんが次に立ち寄ったのは猟友会の会長が経営していた飲食店です。大沢さんは許可証などを返し店を出ました。この店から大沢さんが住んでいた寮まではわずか100メートル。しかしここで忽然と姿を消しました。月曜日に勤めに行ったら寮生がね、大沢さんが夕べから帰ってこないんだよねってことになってね、私たちももうみんな今日はここの区域ここの区域ってずっと毎日ね探し歩きました。今思うとね、曽我さんのこともありますし、もしだったらそうかなと思いますよね。甲府市の山本美穂さんが行方不明になったのは昭和59年の6月4日でした。母に図書館に行くと言って家を出て、その後足取りが途絶えてしまいました。4日後、新潟県柏崎市の荒浜海岸で美穂さんのバッグが見つかったと警察から連絡がありました。家族は警察とともに海岸の周辺を捜索しましたが手がかりはつかめませんでした。家族は当時美穂さんが進路で悩んでいたことなどから家出したと考えていました。しかし突然姿を消し何の手がかりもないのはおかしいと考えていました。横田さんの問題が上がった時からなんかもう胸騒ぎがしてしょうがなくて、まさかと思いながら北朝鮮にいるってこともあるんだろうかっていうことをちょっとこう胸よぎって、まさかまさかっていうふうに思いながらずっと過ごしてきたんです。行方不明になっている人たちの中に北朝鮮に拉致された人がいるのではないかという指摘が出ている問題について福田官房長官は日朝国交正常化交渉などで消息の調査を依頼することはあり得るという考えを示しました。こちらに証拠はないというときに向こうに行方不明者が向こうに該当する人はいないかどうかというようなことをですね、調査をお願いするということはね、これはもし友好的な関係が築き上げられるんであれば可能じゃないんでしょうか。この間一人言いましたね、向こうからこちらから何も提起してないけども向こうからこういう人がいますよということを言ったわけですから、そういうようなことは
今後もあり得るだろうと。また福田官房長官は日朝国交正常化交渉で拉致事件について真相解明を進めるとともに日本側から保証を求めることも検討したいという考えを示しました。この拉致についてですね、事実関係に関わる真相の究明を速やかに行うと。で、今後の対応ぶりはですね、その結果を見ながら、考えていくと。国際法、国内法上の諸問題、ご家族のお気持ちなどを総合的に勘案して判断を行っていくと。この国交正常化交渉が10月に始まると。でその中で、解決をしていくと、いう問題だと思います。次は昨日3期目の当選を果たした民主党鳩山代表の新体制作り、執行部の人事をめぐって党内調整が難航しています。鳩山代表は新しい幹事長に中野寛成副代表を起用することを決めました。党内では中野氏の起用は代表選挙での論功行賞だとする批判が強まっています。中野寛成さんに幹事長をお願いを申し上げたい。皆様方のご理解とご承認を願いたい。改めてよろしくお願いいたします。中野氏は当初代表選挙への立候補を表明しましたが、告示前に立候補を断念して鳩山氏の支持に回りました。論功行賞的な人事だと批判もありますけれども、全く私はそういうふうには考えておりません。代表も考えておられないと思うし、私もそういう気持ちで、だったら OK しません。茨の道だと思います。私たちが目の前に見えてたものがむしろ霞んできた。論功交渉バランス人事じゃないかという批判が早速上がってますけども、そういう批判が上がらざるを得ない人事だったと思います。国民の期待というものも盛り上がらない人事ではないかと、正直言って残念ですね。代表の気持ちを一番理解をして党全体をまとめていくのは幹事長の仕事と。今までそこの部分で必ずしも十分でなかったという反省が私にもあります。中野幹事長に関してはその若手の方からもですね、失望の声が上がってますけれども、実績ですよ全てが。それを何もないうちに批判をするとかいう、そういう党の体質は直さなきゃいかんね。鳩山代表は中野新幹事長とともに執行部人事の調整に入り、代表選挙に立候補して若手の支持を集めた野田佳彦氏に執行部入りを要請しました。しかし野田氏は同氏と相談したいとして態度を保留しました。若手を中心に、非常に不安の声、批判の声が巻き起こっているんですけれども、それについては当然だと思います。具体名は申し上げませんけれども、あまりにも違うだろうというイメージでした。また鳩山代表のもとには岡田政策調査会長が訪れ、人事のやり方が不透明だなどとして不満を示しました。いろいろ噂が流れてるけども、もしそれが本当ならそれは私としてはとても承服しがたいことですよ。こうした事態を受けて鳩山氏は今日夕方記者団に、みんなが疑心暗鬼になっているので今日調整に入った執行部人事については一旦白紙に戻すと述べるなど、人事の調整は難航しています。